球場の皆さん、こんにちは。 KMIO キャミオです。 Good morning, Baltimore。 OK、 ということで、みんな先週1週間は素敵なウィークを過ごしたかでしょうか。なんか前回のモーニングルーティーンの動画で、ちょっと肌が綺麗になってきた、私白くなってきたみたいな調子ついた発言をぶちかました瞬間に、肌ご覧ください、一気に荒れてきたわけ。こいつよくわかってんだよね。ほんとうちのマインドとこのボディ全然比例しないから、もうイライラする。てか冷静に考えて、ニキビとかってさ、脱毛もそうだけどさ、何回も何回も剃ってるところにさ、バカみてえにいっぱい毛生えてくんじゃん。何回も何回も学習しろ脳みそって感じじゃない、最近思うのこれ。 OK、 ということで今日は何の動画をシェア発表するかと言いますと、見てください皆さん、私もう髪の毛がブリーチして金髪にしてるんですけど、もうプリンがすごすぎて、最近インスタグラム、ツイッター、いろんな SNS のアカウントで自撮りの写真とか上げると、ケミオマジプリンすごくない、ケミオプリンやばい、手入れしないのっていうコメントが皆さんからぶち投げられてくるんですけど、冷静にいけないの。はい、ということで、多分この動画を見てる方の中では同じ気持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、自粛中ということでですね、ご覧になったもうネイルも見てください、ボロボロ。どういう状況を起こしたらこうやって真ん中からさ、剥げてくんですかっていう感じの状況にもなってるんですけど、ということで今日は、超久々に人生でもう一回はないだろうと思ってたら、坊主にした時とかいろいろ学んだから、久しぶりに自分の髪の毛を自分で染めよう、セルフ美容院をこの自宅にてオープンしていきたいと思いまさくん。その辺のギャルたちがおうちカフェオープンしてる間に、私はサロンオープンするから、レベチよ。今回使っていくのはこちら、覚えてますか？ドーン！ Amazon で買ったトリートメントの染め粉なんですけど、昔もし3年前の動画を見てくれてた方がいたったら、3年前にも実はこれで染めてるんです。何色かというと、ネイビー色にってつけてってるの。手っ取り早いったら何だったらね、しないもん。で、最終的にはもうシャンプーしてるかのようにカラー剤をつけていくのね。そう、私は今回ブリーチを自分でする勇気はさすがになく、美容師さんにも絶対にお前なんでやったっていう状況にされると思うので、ネイビーにすることにしました。なんか髪の毛取る動画を久々に見るから、その3年前に自分が上げた動画を見たんです。ネイビー色に自分で自宅で染めてる、まだ YouTube 始めてちょっとの時の動画を。そしたらまず声のトーンが全然違ったのと、なんかわかんない、変な感じがしました。よかったら皆さん見に行ってきてください。こちらがネイビーブルーです。はーい。で、こちらがブラックみたいなシルバーなんですけど、お母さんから電話来た。おばあちゃん、ごめん、どうしたんだろう。もしもピンチコネーよ。なんだよ。え、どうしたの。ごめん、なんかした。うち昨日から既読がないから。あ、ごめん、 LINE した。 LINE してる。ごめん、待って。あ、ついてる。ごめん、私 LINE 本当に開かない癖があるの、ごめんなさい。え、よかった、ごめん、本当に心配してくれてる。あの、大丈夫です。今日もモリモリモリ一人で、だからあの、ほら、期限切れたから、自粛が期限切れたから、外行って捕まっちゃったかどうか入れる。そんな治安悪い孫ですか。私違います。違う、今日だから普通にスーパーを行ってきた。それでなんかあの、しばらく食べれる食材を買ってきてみたいな。あ、どう、大丈夫。全然大丈夫だよ、うちはもう本当にモリモリ。そっちは大丈夫そう。うん、今起きてさ、おじいちゃんまだ寝てんだけど。あ、おはよう。おはよう。6時ぐらいでしょ今。そう、時差も計算できるんだ、好き。それでほら、あれなんだっけ、 iPad 見てもさ、24日で、あの、しわちゃんじゃない、誰誰、あの元気な短パンの子と一緒に写ってるから、それから何にも出てないから、あれ誰だろう、元気な短パンの子。あ、フワちゃん。あ、そう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 。元気な短パンの子。ごめんね、心配かけちゃって。LINE もうちょっと見るくせ。え、てか、インスタで DM できる？できない。だよね、ごめん。え、でも、お願いね、本当に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 お願いね、本当に、どうかどうかどうか。こっちすごいんだね。まだ、バカだからみんな歩いて、サーバー行ったり、サーフィン？サーフィン。もう、本当に行かれてるよね、日本人。うちのおばあちゃん、まじ、突然何のかと思ってヒヤヒヤしたんだけど、マジラブ。いや、そんなどこ、日本人っていうわけではないけど、もうどこの国でも、あれじゃん、どこの島でも、お外に出かけないでって言っても出かけちゃう方たちもいるから、それはあれだけど、あのね、既読だけ読んでくれれば年寄りだからし、あの、安心するんだけど、あれ読んでないなと思って。そうね、分かった。じゃあインスタで DM できる？できないの。あ、ごめんなさい。はい、わかりました。また電話するね、絶対。じゃあね、バイバイ。 Love you、 大好き。家族に会いとくね。で、調べたら、これを1対1で混ぜろって言っていたんです。これでもし私失敗したら、この髪の毛で、あともういつまでこれを背負えばいいのっていう状況になるので、鬼爆やミキみたいのが来ちゃうので、ちゃんと頑張りましょう。これ1対1。これをこんな感じで。なぜみ、なぜみ、なぜみ、えー、えー、ふぅ。
これさ、なんかこんな感じでさ、ハンドクリームみたいに塗っちゃったけど違うよな。なんかやっぱ入れ物に入れた方がいいのかな、これって。美容師って大変じゃね。もういや、このままやっちゃおう。もうお待たせいたしました、お客様。すいません、当店ですね、今いろんな影響で入荷が遅れまして、器の入荷がないので、お客様の頭の上でミキサーさせていただきたいと思います。すいませんね、1対1で。やった、やばい、つけちゃった。もう後戻りできません、後戻りできません。これマジどうしよう、半分がブラックでとかってなったらどうしよう。結構思いっきりやっちゃった、もうめんどくさくて。これ黒染め、黒くなってない、ネイビーより。わかんない、もう後戻りできません、後戻りできません。はいはい、こんな感じで1対1取っていただいて、お客様のお髪の毛の上にペッタンコってやって、こうやってグッてか、さっきの LINE の話になるんだけど、ね、LINE ってさ、皆さん返すのなんか得意ですか？得意不得意もねえじゃん、 LINE に返信するだけじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、マジお間違いない。それは LINE って偉大なんですよね。なんか LINE わかんないです、これ本当に本当にいけないことなんですよ。返信しろっていう、もう常識なんです。だけどそれができてないので、聞いててイライラするかもしれないんですけど、 LINE がこうやって送られてくると、あー LINE だってなるんです。それとあと多分頭の中で勝手に返信しちゃってるんです、脳内返信。なんかこうピコーンって出てくるじゃん、何々何々でいいかなって言われたら、頭の中でこうやって通知を見た瞬間に、あー何々でいいと思う、へえ、あってなってるんだと思う。わかんないけど頭の中で勝手に返した気になるので、なんかうちいつも溜まったらドーンって開くの。しかもそれもなんか本当に本当にお恥ずかしい話なんですけど、なんかもう返すのも、よし LINE 返しまーすってなって返すの、あ LINE 来た返そうっていう軽めのリプライというよりかは、私にとって LINE って本当にもう今すぐでもやめたいぐらい、なんかわかんないですけど重鎮なんですよね。わかる方がいたら嬉しいんですけど、まあ別に普通に間違ったことをしてるので、これは私が直さなきゃいけないことなんですけど、なんでなんですかね、 LINE の闇。私の中で LINE の通知が来た時にもう、あっってなる、この感じ。でも逆にインスタの DM とかだと私秒で返せるんです、マジ秒で。なんでなんですかね、まあ、なんでもクソもねえよって言われるのが多分オチなんですけど、すいません。今この YouTube 動画をご覧になっている私の知り合いの方いらっしゃいまして、 LINE が返ってきてないぞっていう方いらっしゃいましたら、一言だけ言わせてください、謝罪です。はい、そんな感じでですね、多分全体的に色が入ったと思うんですけど、いかがでしょうか、お客様。後ろこんな感じですみたいな感じで、デコにすごい染みちゃったんですけど、すいません、まだ私スタイリストじゃなくてアシスタントなので、こういうミスも犯してしまうんですけど、いいですか、カムダウンカムダウンでお願いします。はい、ということで今から10分20分待ちます。まあ冷静にですね、2020年私この自宅でヘアサロンを再び開業するなんて思ってもみなかったの で、早急に来週中にはですね、このネイルサロンもね、ご自宅で開業しなきゃいけないので、もう本当に社長、経営者、フォーブスの表紙マジで今すぐやらせろっていう感じの状況になってきました。皆さんもフォーブスの表紙やった方がいいですよ、だって自宅で開業って感じですよね、皆さんも一緒です。はい、ということで今から15分20分後に皆さんお会いしましょう、さよなら。ボーンということでですね、30分の手前みたいな感じの時間を終えたので、今からもうシャワーが準備ができてるので、水も滴るいいラクダになってきたいと思います、さよなら。ね、待って、最悪、これ黒だよね。これさ、まだ濡れてるからかな。うちさ、これさ、ネイビーよりも黒の割合の方が高かったってことかな。あ、でもちょっと光に当たるとチラ見せネイビーみたいな。自粛だから黒染めっていうのは違うよね。それではお客様、ブローしてきます、暑かったら言ってください。洗い流さないトリートメントつけないと、うちの髪の毛マジ荒れ地だから魔女化する。え、これ黒じゃん。え、これまだらだよね。え、この映像で見ると全然普通だけど、え、マジリアルで見ると普通に待って、どうしよう、結構笑えないかもみたいな。ちょっと明るいとこ行きますか。ボーン、全然ネイビーじゃねえじゃん、これ普通に黒染めじゃん。見て、こうやってやるとさ、なんかネイビーっていうか、なんかもう汚い緑みたいな苔みたいな色がさ、上空にあるの分かります？真ん中になんか金髪みたいなラインが起きてるんですけど、でもこうやって遠目に見たらこれもう黒染めだよね。これは色落ちしたら金髪、もともと2回ブリーチした金髪だからどんどん戻ってくるのか、少なっていってもうちょっとネイビーが出てくるのか、もう私には分かりません。ほら見て、緑なのこれ、なんかもう
草いっぱいサラダしか食べなかった次の日の排便みたいな。ボーンということで皆さん今日の動画見てくれて本当にありがとうございました。いきなりマジてめえ画質どうしたって思うかもしれないんですけど、まあ、ネイビーがねちょっと分かりにくかったのでカメラの設定で最大級になんか神降臨みたいな天国出発みたいな色合いにしたらどうかなと思ったのでこれでちょっとお別れしていきたいと思います。ということで皆さん今日の動画も見てくれて本当にありがとうございました。よかったらインスタグラムのフォロー、スナップチャット、チャンネル登録してくれたら好きがこぼれ落ちます。それではまた来週みんなに会える日を楽しみにしてるので今週も1週間私たちで頑張りましょう。それでは、これぐらい明るい世界だったら冷静にネイビー感あるよね。ちょっと世界変えるわ、その世界。